高校のリップルです。今日は埼玉県にあるリサイクル工場石坂産業株式会社さんに来ています。初工場だね。そうよ、めっちゃ新鮮ようちら二人でここ、ね、だから気合い入れてこんな双子コーデしてきちゃいました。かわいいでしょ。イエーイ。あんまり何も聞かされずに今日来ちゃったんだけど、ここって何の工場なんだろう。私はね、今日のために予習をちゃんとしてきましたので、さすがひなちゃんのために分かりやすく説明してあげるね。お願いします。このリサイクル工場では産業廃棄物を扱って再び使える資源に戻すっていう作業を行っているんだって。で、廃棄物っていうのはめちゃめちゃ種類があるんだけど、大きくこの2つに分けられます。産業廃棄物っていうのは工場とか企業とか私たちが家庭で出す一般の廃棄物とはまた違うものを指します。その産業廃棄物って具体的にどんなものがあるの？いいね。例えば工場で使った大量の油とか、工事現場で出る泥とか瓦礫とか、そうなかなか家庭からは出ないゴミのことを言うんだよね。なるほど。そうなので、私たちが出す一般の廃棄物と産業廃棄物、年間で出ている量どっちが多いと思いますか？どっちだろう。でも、家庭とか飲食店とかいろいろなところでゴミ出るじゃん。出るね。世の中にはたくさんの人が生活してるってこと考えると、やっぱ一般の方が多いんじゃないかなって思ってる。なるほどね。あれ、平成30年度の1年間に全国で出された廃棄物の量がなんと約4億2155万トン。やば、分かんない、どんぐらいよ。このうちね、一般廃棄物の量が4272万トン。ということは、産業廃棄物の量が3億7883万トン。おにぎり何個分。産業廃棄物ってそんな多いので、そんな廃棄物を廃棄させない新たな資源に生まれ変わらせているのがこの工場ってことです。そしたらもうこの建物自体が SDGs ってことか。そういうことなんですよね。もう鏡ですよ、こちらの工場が。なので今日はこの工場の見学をさせていただいて、私たちも SDGs を学ぼうってことなんですよね。で、まあ私だけじゃね、ちょっと不安でしょ。不安。なので今日はひなちゃんのためにもゲストをお呼びいたしました。お呼びしますよ。はい、お願いします。石坂さん。はい。おー、石坂さん、こんにちは。こんにちは。石坂産業のリサイクル工場へようこそ。今日一日この工場を案内してくださる石坂さんです。はい、案内人を務めます石坂あかねです。今日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、この私たちの工場の見学ツアーの中で SDGs に関するさまざまなポイントを見ていただきます。はい、早速ちょっとなんか出てきたぞ。なんだ、お渡しするものがあります。ありがとうございます。この工場の中にですね、たくさんの SDGs に関するさまざまな工夫が隠されています。工夫をですね、見つけた人から早い者推しで私に教えてください。たくさん集めてくれた方には先着で1名様になるんですけど、スペシャル豪華なランチメニューをプレゼントします。スペシャルランチメニュー。でも待って、私も参加するんですね、これね。私がお呼びしたいみたいな感じになってるんですけど。頑張ってください。じゃあこの2人のどっちかってこと？か、ね、今からも敵みたいな感じですね。うわ、こんな仲良くしてるのに。はい、ブーちゃん早速行ってみよう。はい、SDGs ポイントを探せ。リサイクル工場見学ツアースタート。どうぞ。はい、失礼します。失礼します。はい、ではここで SDGs のポイントを2個見つけてもらいます。ちょっと辺りを見渡してもらうと分かった気がする。なになに、やだやだ。一発目しっかりしてください。あ、来ます。緑がここにあるってことは、なんか緑のカーテンみたいな役割で涼しくしてるのかなって思いました。どうだろう。おめでとうございます。やばい、合ってた。普通はですね、こういう壁面なんですけど、私たちはこの緑の壁面緑化を使いました。 SDGs だと7番のエネルギーをみんなに、そしてクリーンにというところですね。
空気をきれいにする植物たちが実際に埋まっています。この植木しっかりと根付いています。これはこのまま森に返すとしっかりと根付くようになっています。陸の豊かさを守ろう15番にも紐づいている。すごい、絶対難しいよ。もう一個か、そうだ、絶対難しい。もう満足してた。ああいう大きなトラックが出入りしている場所っていうのを想像するとどんなと想像しますかね。シンプルになんか汚いじゃないけど、ちょっとマイナスのイメージがちょっと多い。空気でいろんなものがまきちっていっちゃうかなと思うんですけど、私たちはそういうのをしないためにしないために。じゃあ、はいはいはい、良くない空気とかが外に漏れないために建物がこう囲まれていて、うん、外に漏れないようになっている。お、嘘。本当に？地域の人にこういう空気が汚れたものであったり、振動だったり、大きな音が聞こえないように、私たちは全てを建物の中に覆いました。 SDGs というね、気候変動、はい、具体的な対策を行える13番であったり、なるほど、産業の技術的な改進だったりとかの9番ですね、つながっていくものになります。なるほど、でも今のはヒントをくださったからみたいなところはありますね。おめでとうございます。これで挑戦ですね。おー、そうじゃあ私たちはですね、このような建築系の産業廃棄物を扱う会社になってます。建てられた家が壊された時に、なんか冷気とか、はい、出てくる建築廃棄物ですね。屋根があって瓦だったり、木で日本は家を建てたりするので、木が使われていたり、ガラス窓だったり、基礎っていうしっかりと崩れないようにするものはコンクリートで、あれみたい、ローラーコースター確かに。すごいこんなになったんじゃね。ね、ではここでまたここで SDGs ポイント2つあります。2つ、ちょっと待ってよ。上の方であったり、上の方か、下の方であったり、下の方今ショベルカーとかがあると思うんですけど、ああいう重機、普通は外に置いてあることが多いかと思います。建物の中に入っているからこそ実現できているんですが、あ、はい、こういう重機の排気ガスを吸ってるとか。あ、惜しい惜しい惜しいです。重機を動かしたいけど排気ガスを出したくない、そんな時に、チャンス。はい、電気、正解です。確かに、本当だ、すごい、見て、だってそう、あのチューブ、みんな最初あれガス吸ってるのかなって思ったんだけど、あれが電気、逆に入ってるの。13番の気候変動の具体的な対策として、また社員の健康であったりね、しっかりと守れるように工夫をさせてもらっています。すごいじゃん。で、また1個あるよ。また1個あります。ちょっと待って、もう1個電気関連でちょっと上の方を見てもらうと、はい、お、電気がなくて上がなんかガラス、窓ガラスみたいなになっていて、日光で明るくしてる。おめでとう。すごい、すごい。プラント内明かりをですね、取り入れるため自然光一部取り入れています。これはですね、7番のエネルギーをみんなに、グリーンリーというところですね、光を取り入れる感じになってます。よく気づいたね。そしてこのプラントですね、全体でもう一つ SDGs、 まさか、はい、ちょっともう一個もしかしたら、なんだなんだ、よく見るとそのまま書いてあるかもしれない。そのまま書いてある。はい、高精度色彩選別システム、
はい。その隣に書いてある日本初のところなんですけど、SDGs17 番のパートナーシップのところですね。いろんな会社さんと私たちは共同開発をして、いろんな機械を取り入れています。いろんな会社さんが協力し合って、ここの施設ができているという。施設ができています。実際に何に使われているのか。私も道路を作るときに、まっすぐにするために使う基礎材料。駐車場とか。ああ。こういう砂利の駐車場を見たことある。見たことある。さ、建設廃棄物からまたそうやってさ、道路とかになるのすごい。ね。じゃあ、ご紹介しました。混合廃棄物っていうのは、様々なものが混ざってるものが運ばれてくるプラントになります。よく見ると、家の中でも見るようなものであったり、ボードが落ちて、本当だ、スノーボードだね、スノーボードだ。ここでも SDGs ポイント、最低でも2つ。最低でもだよ、ってことはいっぱいあるってことですよね。はい、なんだ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 、てか何出てるの。そうそう、あのミスター怪しい。あれは怪しいけど何かわからない。そうそう、それ、なんだなんだろうな。じゃあもう適当にいっちゃいます。なんでしょう、あのミスト、もしかして冷房の代わりにミストにしてるとか。なるほどね。ミストのチョイス大正解です。ミスト、なんだろう、土にパーって振りかけてるんですけど、煙が立ちにくくなる。あ、なるほど。地下に溜めた水を使っていることで、6番の安全な水ですね。そしてトイレを世界中に無駄な水を使わないね。そしてパーっと巻き切らないようにするっていうのは、11番の街づくりで、住み続きやすい街づくりをするための SDGs のポイントでした。なるほど、雨だったんだ。見たことない重機がいっぱいあるね。すごい。おお、面白い。あとなんじゃろう。あと待って、負けてらんない。スペシャルランチがあるからな。ご飯がかかってるんだよ。そうだ、お二人の視界には入っているかなと。視界には入っているところ。はい、何やばい、これ正解されたら。これを取って細かくして、してるね、出してる。あ、説明しただけ。何が行われてるか言っただけみたいな。出してるのは、はい、誰が出しているかは見えますか。誰が、細かく分けているのは、人がいるね。はい、重機だけではなく、手作業。お、そうです、手作業でやってるんですね。なるほど。それで自分たちが分けていることは、自分、世界を、地球を救っているって思える。そうすると、働きがいですか。ねえ、うわ、やった。 SDGs8 番、働きがいも経済成長ですね。ここのスタッフ一人一人が担っているなプラントになってます。ちゃんと人も大切にされてるっていう、はい、2割橋でかっこよく見えるうちのプラントスタッフを見てもらいながら、確かにかっこいい。次のプラントに向かっていきます。あ、やばい、左取られた。やばいぞ、リード中。やばいぞ、行ってみよう。くださった。人は1秒間でだいたい5個から6個一気に分けることができます。へー、この熟練スタッフ、すごい。判別がしっかりできればできるほど、リサイクルの質も高くなるってことですよね。その体験をしてみてもらおうかなと。え、わー、できるんですか。すごい、できるかな。7森だから、はい、木、はい。ひながプラスチックと木材、ふーちゃんは紙とコンクリートと金属の3つ。一番早くてどのぐらいなんですか。確かにそこは今目指したい。小学生4人で5秒でした。ちょっと、ここは協力していこう。ここは仲良く、いつもの感じで。よーい、スタート。
だったね。秒数44秒6号でございます。え5号ってかどういう次元？分けてもらったやつをチェックしていこうかなと、はい、そうですね、そうですね、あの、まあ、間違えるのもちょっと良くないかなみたいな感じで、まあ、よく見させていただきました。はい、ね、木材、はい、合ってます。おー、ありがとうございます。プラスチック、はい、いっぱいあった、ね、正解です。では金属、ドキ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 、金属もすごくいろんな種類があります。あらはい、この子プラスチックになってます。本当だ、金属に見えた。これヒナがいる。これヒナがヒナです。これ何これ金属。なんか間違えないようによく見たって言ったけど、まあ、これはヒナが入れたみたいな。ありがとうございます。大正解です。よかった。ありがとうございます。大正解です。ありがとうございます。おめでとうございます。楽しかった。これでうちらも分別しました。できます。プラスチックと金属だけ気をつけて。めっちゃ早いもんだってね。思ったより早いね。ピョンピョンピョン。すべてやっぱ機械が分けとるんだろうなって思っとったけ、こうやって何人かで手作業でしてるのはびっくりした。つけたらピンポンしてください。はい、道にですか。すごい間違いです。京都みたいになっちゃった。急にお茶屋さんがありそう。工場の中こんなんなくない。ないないない。足元ちょっと見覚えがあるような。あ、はい、見つけました。これ道、うん、そうです。河原。はい、正解。はい、瓦をリサイクルして作ったものですね。うん、すごい道になってる。はい、じゃあ SDGs 12番作る責任と使う責任、うん、で私たちここに自分たちで言ってるんですけど、捨てる責任っていうのを追加して皆さんにお伝えをしています。生まれ変わったその先の姿ですね、うん、吸ってもらいながら、うん、音がなんか可愛いね。そうなんです。歩いてる時に今のってなに、あのブーが押してひどく答えたけど誰のポイントだったの。河原って言ったら道になってるってしか言ってないわ。そうそう、河原ってひなが正解したみたいになったんですけど、あのちょっと押したみなみちゃんにポイントいただけるということで。すごい、本当だ、高速で、すごいね。家の扉だったんですよ。うわ、来た来た、映えるな、映えるな。そこにすごい、ね、また選別されて、首がいっぱいだね。本当だ、首だね、ほとんどされてます。痛くない。本当に刺さらない。ちょっと違うよね。確かに感じてない。ストレス感じてないからだって。はい、ということで工場の外に出てきました。これで工場の見学は終了となります。はい、ありがとうございました。で、工場の見学で本当にいろんなものをね、うんうん、一緒に見させていただいたんですけど、うんうん、石坂産業さんに持ち込まれた廃棄物ってどのくらいが再資源化されているんですか。はい、私たちのところに運ばれてくるものは 98% 再生化、リサイクルしています。 98%、そうなんだ、ほとんどじゃん。ね、すごいね。全てはゴミがゴミじゃない社会になれるようにですね、 100% の再資源化を目指して日々このプラントの中で作業を行っています。さすが、できそう。全然できそう。日本っていうのは島国なのですごい土地がちっちゃいですね。はい、昔はゴミを埋め立てしていました。このまま同じように続けていくと17年後にはそういう土地がなくなってしまう。様々な方法を使ってゴミを作らないっていう社会ですね、日本から発信していけるように。で、実際に廃棄物がいろんなものに変わっていくっていう過程を見ることができて、まあ、ゴミって言われるけどこうやってリサイクルされるからゴミじゃなくなるっていうのを知って、ゴミ捨てるときに分別をちゃんとしようとか個人でできることもちゃんと頑張ろうって思いました。いや本当にそうだよね。それだけじゃなくてさ、うんうん、どの建物にも天井に大きな窓があったりとか、
機械が電気で動いてたりとか、ね、うん、行ってることはもちろんだし、うんうんうん、工場すべてがまさに SDGs っていう感じだったよね。そうですね、で私たちこちらね今持ってるんですけど、そういえばなんか戦ってたなみたいな。あ、そうじゃん。実際今何ポイントだったかをひなちゃんが4みたい、4、多分4、4です、4で、みなみも4ポイントなんですけど同点ってことだよね今。うん、そうだね、これって勝負どうしよう、どうなりますか、はい、2人ともまだまだですね SDGs ポイントがこの先に待っています。この先に工場見学終わったけどまだあるSDGs ポイントがあるんです、工場以外にも。これで終わりじゃないんです、これから私たちの最大の SDGs ポイントに、はい、最大、最大、はい、ここから最大になるんですかご案内します、楽しみ、行ってきます。工場出て最大が待ってんでしょ、ラスボスでしょ、今から なんかなるほどね、なにこれ、案内します。あ、線路じゃん、写真撮れってか、写真撮りたい、なにあれ何なんですかこちらは。こちらですね、私たちの会社で保全をしているこのエリアになるんです。会社も、はい、今ご覧いただいてきた工場ですね、あれとは別に全体の8割をこの里山で保全をしています。公園かと思った。公園近くの8割もまだまだあるって、はい、ことなんですね。大きさで言うと東京ドーム 4.5 個分の大きさになってまして、地域の方のためにですねいろんな働きかけをして行動に起こしたんですけど、そのことが最大の SDGs、 ここだったのか、はい、驚き。 SDGs ポイントは、はい、クイズ形式に、そして正解者にはなんと3ポイントこれプラスで お渡しいたします。里山保全のきっかけになったこの森の問題、なるほど、あるものが増えてきてしまったんですね。増えたんだ、はい、何が増えてきてしまってそれが問題になったのか、はい、1番野生動物が増えてしまった、なるほど、はい、2番不法投棄されたゴミが増えてしまった、なるほど、そして3番外来種ですね、いろんな外の国からの害虫だったりとかが増えてしまった、なるほど、全部ありえそう、全部あり、全部、はい、全部この問題ですね、後ろにあるやまゆり鉄道に乗ってちょっとシンキングタイム、いいなだってじゃあ写真撮って、はい、いやいやいやすごい、バイバーイ、いただきます、すごい、めっちゃすごい、綺麗、すごい、すごい、水生植物だって、すごい、てかあれ考えなきゃいけないんだった、そうだった、そうだった、シンキングタイムだよ、シンキングタイム、ちょ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 、すごい、ちょ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 ついてきてる、ついてきてるね、あーこちら踊れんじゃん、あ未来のステージじゃん、てかマジすごいね工場よ、本当にすごいね、工場の8割さ、うん、森をさ保全してるって、すごいすごい、しかもこんなにあったのし、ね、終わってしまう、終わってしまう、ひなちゃんてか考えた、考えた、考えた、決まりましたよ、ちょっと待って、ひなもオッケー、決めた、決めました、みなりも決まりました、決めた、正解しますように、ただいま、ただいま、はい、ということで、うん、一周回ってきてもうめっちゃ楽しかっためっちゃ楽しかったでは、答えは決まりましたでしょうか、はい、無事ちゃんと考えてきました、うん、ね、心決まりました、ってことで、私は、どうぞ、2番の不法投棄されたゴミを選びました、なるほど、うん、私は1番の野生動物だと思いました、理由としては
こちらがリサイクル工場ということで、やっぱりゴミ関連なのかなと思って2番選びました、うん、私はなぜ1にしたかというと、うんうん、やっぱ地域の方が困ってどうしようってなるのって、うん、やっぱ動物とかがこう家の方まで来ちゃったとか、うん、なんかちょっと害があったのかなとか思って、うん、でしかも回った時にすごい自然豊かだったので、うん、確かに動物も集まってくるんじゃないかなみたいな、なるほど思ったんですよ。どっちだどっちだ、はい、うん、ではここで正解の発表をやばいします。やばい、3ポイントも入るからね、これ。いやでかい。正解は2番です。やったー、じゃあおめでとうございます。この辺りすごい不法投棄がされていたんです。ゴミをゴミじゃない社会にするために、その一歩としてこの保全を始めました。すごいよね、本当にすごい。それでこの素敵な施設ができたんですね、はい、SDGs のポイントで言うと、陸の豊かさを守ろう5番であったり、6番自然がたくさんあるその土の下には水が生まれます。そうなんだ、はい、水を守ることで海の豊かさを守ったり、さまざまな SDGs がここでたくさん循環している。いやすごいよね、本当にいろんな項目出てきて、ね、本当にすごすぎ。それでは今の結果を踏まえて結果発表を行います、はい、7ポイントのひなちゃん、4ポイント、頑張りました、ぶーちゃんです。悔しすぎる。スペシャルランチ、スペシャルランチ、スペシャルランチ、イエイ。すごい、でかい、思ったよりでかい。こんにちは、こんにちは、こんにちは。お名前とかあるんですか、この子の。みんなもみじさん。あ、みんなもみじさん、すごい。初収穫、ストレスフリー、ストレスフリー。はい、ということで工場に隣接されているクヌギの森交流プラザにやってきました。ひなちゃん、ご飯が来るってさ、楽しみ。どんなの来るんだろう。なんだろうね、うわ、ランチだからね。お腹空いたからな。では見事勝ち抜いた人に、こちらですね、すごい、めっちゃ美味しそう。オムライスとベジブルス、こちらのスープ。あ、ベジブロス、はい、ベジブロスじゃん。覚えてますか皆さん、それじゃん。私たち作ったの。そうなんです、作ったことあるんです。そうなんですね、うちもじっくりことこと1日かけて煮出しております。作った、美味しいじゃん。こちらのオムライスなんですが、さっき見たもみじちゃんたちを覚えてますでしょうか。その鶏の卵を使って、野菜もですね、当初で育ててる土の力を使った地産地消のサラダの上のお花も一緒に召し上がっていただけますので、お花も食べれるんですか。はい、ぜひお皿の上ですね、すべて食べれます。ペロリじゃん。お楽しみください。無駄がない。また待って、チーズも入ってるのかな、トロトロ。本当に、うん、食べてごらん。いただきます。おいしい、本当に。卵ふわふわ、もみじちゃんたち頑張ってる。頑張ってんね、おいしい。感謝ですね、これは。本当においしい、おいしそう。もう見れないぐらい、ごめん ね本当にもう見れない。もう美味しそうすぎ。花いただきます。どんな味するの。うん、じゃあその間にとか言った。ダメだよ、みんなが買ったんだから。え、やばい、普通にあのサラダ、サラダ。お腹空いた、ひなちゃん。一口めぐんでよ。花食べる、食べる。石坂さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。リサイクル工場が行うさまざまな SDGs を知ることができました。まさか里山まであるなんて思ってもなかったので、すごいびっくりしました。持続可能なサイクルが全体で回っていて、すごい感動しました。ここまで広い土地を管理するって、うん、やっぱりすごい大変なことだと思うし、時間もお金も相当かかるじゃないですか、うんうんうん、どういった思いでこういった取り組みをしているのかっていうのをお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、ですね、私たち石坂産業は創業当時からゴミをゴミにしない社会を作ろうっていうその気持ちで始めてきました、うん、今はこの東京ドーム 4.5 個分の里山の敷地を地域の方に土地をお借りして私たち管理を
させていただいてます。これからの未来に続けるためにですね、未来に向けて100年先も200年先もこの景色が残るように、私たちの仕事がですね、この世界を変えるっていう気持ちで日々頑張ってしています。なんかやっぱり地域の方が困ってそれをどうにかしてほしいっていうのをお願いするのも、やっぱり地域の方が意識してこれじゃダメだって思わないとやっぱその声って上がらないじゃないですか。それが一人二人じゃなくて大人数が思うからこうやって形になったわけで、だから私たちもたくさんの人にそうやって共感を得たりとかできるような活動とかができるように頑張りたいなって、本当に共通する部分があって思いました。ひなちゃんはどう？私たち心リップルという名前で、SDGs の心をリップル、波及という意味なんですが、していくというコンセプトでやっていて、でも今回は私たちがリップルされたなって思いました。 SDGs の項目がたくさんあって素敵な、ね、ポイントがありました。今日はこうして見学ツアーに参加していろいろなことを本当に知ることができてすごい楽しかったです。日本や地球を守る目にもっともっとこうした取り組みが広がってほしいなって思いましたし、まずはいろんな人が知ってほしいなっていうふうに思いました。どうやってリサイクルされてるのかって知れてすごく勉強になりました。ゴミの選別作業がすごく大変で、私たちもちっちゃいことからやっていけたらいいなって思いました。そういった意識だけでもやっぱり未来って変わっていくだろうし、やっぱりまずは知ってほしいなって本当に強く思いました。石坂さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは SDGs ポイントを探せリサイクル工場見学ツアーでした。バイバイ。グッドボタンよろしくお願いします。